子猫の地位が始まるよ。あお、うん、うん、お母さん、ん？チーム添え。ちったら、ちょっとだけよ。あ、ふわふわや。しようね。お腹いっぱい。お母さん、だらだらしてる。ジーと一緒に食べてたらつい。でもたまにはいいでしょ。いいけど、あんまりゴロゴロしてたら牛になっちゃうぞ。もう平気よ。大学のテニスサークル時代から体重変わってないんだから。ああ、いや、おかしいな。たまには運動しないとね。いってきます。いってらっしゃい。やっぱり太ったかな。ここんところ運動不足だもんな。ポンポンや。チーはいいわね。いくら食べても太んなくって。仕方ない、久しぶりに運動しよう。超お気軽全身運動、ウルトラ簡単ヨガ、いいじゃない。これにしよう。なんだ。よし。お母さん、何する。ちー、私は大学の頃テニスサークルでファイヤーエンジェルミワちゃんって呼ばれてたのよ。燃えてますか。まずはどのポーズにしようかしら。ヨガのポーズって動物の名前がついてるのが多いのね。じゃあ最初は猫のポーズ。縦膝をついて手を床につけます。そのまま背中をぐーっと持ち上げて、うっ、きついわ。おー、新しい遊びやな。もっと、もっと持ち上げて。にゃー。なんて美しいの。私だって、ぐーっと。あ、痛た痛た痛た痛。こんなはずじゃ。お母さん、どうしたの。これなら簡単そうよね。次は犬のポーズよ。きつい。そんな。次は猿を。うまい。ちーってば、どうしてそんなに上手なの。そうだ、次はあのポーズよ。さすがのチーも真似できないわよ。お母さん、すごい。おー、にゃー。チーったら、私のポーズに惚れ惚れしてるのかしら。え、ここいい感じだ。そこ、危ない。なんだ。ちー、どいて。あっちでご飯よ。ちー、みゃんみゃん。どいて、みゃん。どいて、ワン。ワンワン。お母さん、どうしたの。
危なかった。もうちーってば。冬のポーズよりも難しいカラスのポーズ。声を持ち合いや。参りました。きっとヨガは向いてないんだわ。別の運動は、ズボラさんにおすすめ踏み台昇降、これよ。右左右左、これを繰り返すだけ。なんて簡単なの。お母さん今度は何の遊び。右右。チーもやるの。みゃ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 。わお、負けないわよ。右左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 左。あれ、チーは？チーてっぺんです。どうしてだろう、なんだか見下ろされてる気分だわ。えい、踏み台昇降はやめ。次は腹筋。1 2 3。楽しい。もうどうやってもチーにはかなわないわ。お母さん、トプトプラそうだ、チーをウェイトにすればいいのね。3 4 5。次は背筋よ。諦めるな、トレーニングを続けろってこと。わかったわ、コーチ。コーチについていきます。腕立て伏せ。1 2 3。逆立ち。もっと踏ん張れってことですか、コーチ。なんてスパルタなの。もうダメです。どうしたの。疲れた。昔はこれくらいじゃへこたれなかったのに。時の流れは残酷だわ。みゃみゃみゃ。みゃみゃ。脂肪を燃やせ、体幹を鍛えるスクワット。コーチ、私は負けません。だいたい四頭筋が泣いてるわ。おもちゃい。腕も悲鳴を上げてる。楽しい。コーチ、あと何回やりましょうか。にゃんって何回ですか。何回でもやってやるぴゃ。ただいま。110 110 110 110 112。何やってるの。コーチに筋トレの手伝いしてもらってるのよ。コーチ、紹介するわ。チーコーチよ。コーチ、これからも毎日運動してくださいね。ああ、よくわかんないけど。フレフレミーは3。頑張れ頑張れミーは3。フレフレお母さん。頑張れ頑張れお母さん。燃えてますか。待っててね。あ、痛い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 。お母さん、ご飯まだ。脂
棒が燃える前に私が燃え尽きちゃったわ。これじゃあファイヤーエンジェルミワちゃん失格ね。ミャッミャッミャッ。もうちいってば、遊びじゃないのよ。みゃー。公園でいつも何してるのかって、縄張りのパトロールさ。次回、黒いのパトロールする。主役交代だ、ちい。